感じで聞くんですけど、あの、おい誰だよ、おい誰だよ、おい誰だよ、なんかさ、いろんなこと本気になってきたじゃん。もうその中でもベスト3ぐらい、もう人生のベスト3ぐらいの本気のスピードだって。 OK、 もう大事な人が車に轢かれそうだと、車にここに轢かれそうだってところを回って出してくれるんだよ。おい、直線で行けよ直線で行けよなんやこれはい、こんにちは、RWS デルビジク代表の森影です。どうもこっちです、はい、ゆみこちです。はい、今回なんとね、埼玉県の、もう何駅だっけ、最寄り世の、俺ら車だけどね、うん、世の六本木、まあ、六本木は、ね、埼玉県の南世の駅の、最寄り駅の埼玉市、埼玉市、そうそうそう、桜区、そう、うん、いいね、そうね、新しく、もう秋だけど、もう秋だけど、ね、新しくできた、フットサル場さんの方に今来て、撮影してます。すごいね、綺麗ですか、芝が、ま、芝がやばい、そう、芝がめちゃくちゃいいよ。多分ここで、多分サッカー歴1年半の人が、あの田中碧だっけ、田中碧の止めて蹴るの練習やってもうまくいく、もうそのぐらい芝いいっていう感じなんですよ。トラップ練習で、そのトラップ練習に今日付随した、動画になります。要はさ、多くない、小学生でトラップした瞬間に取られちゃう子多くない？多いでしょ。それをどうやったらそのトラップした瞬間にボールを取られなくなるのか、これマジで大事。これで全然技とかじゃない、要はボールをどういう風にコントロールしたいのかとか、こういうトラップしたら絶対取られないよっていうのを僕がこの後実際にやってきますんで、この後まずね、実践を、実践映像を流していきますんで、こちらをご覧ください。レッツゴーゴーゴー。はい、それではね、実際に今の、トラップ解説していくんですけど、おい誰だよ、おい誰だよ、おい誰だよ、誰はい、皆さんね、こちらの、お名前からまず言ってもらっていいですか。はい、ワグです。ワグさんです。いや、日本人、日本人ですよね。いや、ワグですよ。いける、ワグでも、ワグみたいな、WHU、ワグみたいになっちゃうから、あの、ここの、南世の、はい、ですよね、最寄りの、フットサル場さんの、フットサルの名前も言ってもらっていいですか。デフストリートと申します。デフストリートさんの責任者なんですね。はい、多分さ、知ってる人いるんじゃない、どっかで見覚えあるかもしれない。知ってる人いたらコメント欲しい、知ってる人いたら、あの昔、あ、何年前ぐらい、1年半ぐらいなの、ちょいマネジャパン、まあまあ僕らがアンチされたやつですよ。僕らっていうか、まあ、一人だけよね。いや、俺だけじゃないよ、全員あのアンチされてたから、あの、まあ、ちょいマネジャパンさんと、まあ、試合をね、したんですけど、その時にあの助っ人でゴールキーパーをやってもらってたんですけども、そのワグさんがね、ここの南米の駅の、フットサル場さんの責任者なんてことで、何月からオープンですか。11月1日からオープン予定です。おお、来月、うん、今10月14なんで、来月の1日からオープンするみたいで、なんかどんな感じのイベントをやってるんですか。ちょっとイベントとしては他のフットサル場であまりない1対1の大会とか3対3の、今最近ちょっと都内でも流行ってるんですけど、ゴール3-on-3の。確かにこれカメラ持ってさ、これ見たら分かるんじゃないですか。見たら分かるんじゃない、これ。いや、これ持ってきます。そう、こういうゴールを使ってまあ1対1をね、3対3、あとでこの後 やりますよね。これ、そう、この後俺らね、これ1対1使ってこの後動画撮るんで、ワグもこれ、でもワグキーワグキーワグキーパーすか。ワグキーパー全然入らん全然入らん、こうやってこうやって非常扉面白い、珍しく面白い、あげたな、ユキヤあげたな。で、なんかあのすごいね、でもね、ワグね、めちゃくちゃキャラ濃いよ、めちゃくちゃキャラ濃いから、で、今同時にあの武蔵浦駅のね、あの居酒屋なの、バースポーツバースポーツバースポーツバーの店長もね、
やってて、まあ、すげえ結構めっちゃキャラが濃くて面白いから、まあ、今回ちょっと呼んだんだけど、まあ、ちょっとじゃあ一緒にやってく動画ワイルド教えるって感じにする、今のトラップ。あ、いいっすね、それよくない、いいっすね、それよくない。今のそれを…ワイルド靴ない、なんか野生の…まだなんか野生の森が出てきた。確かに若干なんか粉打ちのところがあった。確かに。じゃあワイルド今のトラップ教えよう。じゃあお願いします。で、それをワグにやって、俺がちょっとこう、こうとこうした方がいいよっていうのを教えていくわ。で、今ワグもやってるもんね、さっぱ元気でやってます。やってるね。チームどこですか、言っていい。大丈夫。どこチーム。東京都3部、大田区で活動している大森 FC というチームで活動します。大森 FC。 おー、キーパーじゃないんですもんね。あ、フィールドプレー。フィールドプレー。でもキーパーもできるよね。キーパーも正直高校1年生の時、県選抜に。じゃあもうあれだ、あのサッカー界の大谷翔平って言っても過言じゃないですね。二刀流ね。二刀流ですもんね。あんまいないけどね。そう、キーパー、あの、若島しか見たことない、若島。もう喋るやつ、ね、カンポス、カンポス。若島さん。懐かしい、ボール乗ってるやつ。そうそう、9番のキーパーね。カンポスぐらいしかいないんですけど、まあ、ちょっと今日、ここからワグに、はい、あの教えていきたいなと思うんで、多分面白いと思うよ、うん、教える場面を見れるじゃん、師匠さんの。もうだって、立ってるだけで面白いもん。しかもね、なんか若干ね、ヒゲのこの辺りがね、似てる。確かに、顔似てる。顔似てる。顔似てる。あ、ね、顔の形も似てる。そう。うん、そのまかちゃん、すいませんでした。じゃあちょっと一回教える場面やっていくんで、一、はい、回でワグにやってもらおうか。じゃあ確かに、じゃあ今からワグさんにやってもらうんで、レッツゴー。今急遽あの決まった曲だから、本当はワグが入ってきて終わりだったんだよね、うん、そこで。でもまさかのワグに教えたら面白いんじゃないかってことがあって、あのちょっと教えていきます。まずこれワグボール組んじゃん、で相手正面にいるじゃん、トラップすんじゃん。この時にさ、ここにボール出したらさ、これどう、そう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 って感じになるんだよ。バレリーナ、元バレリーナ。だからトランプした後、まずボール出す場所は斜め後ろ。でも斜め後ろに向いたら相手ってさ、チャンスとくんじゃん。でチャンスと思ってきた時にここでこう回っていく感じで、わざともう自分がトラップするときに、トラップしたときにもうこれをやるって頭が決める。わざと戻る感じ、ここにコントロールしちゃってから回るっていうのは俺的にダメだと思う。わざと自分でもうここに誘おう、決めてこれをやる、トラップ練習。 OK で、トラップマイナス、この後ポイント、今日近いな、こういうこの、おい、ここでこの後にね、ここにコントロールしちゃう、斜め後ろにね、だからこの後は遠回りする感じ。 OK、 例えば一回もう一回スローでいくよ。パスもらう、ドラウ、トラップ出す、こういう感じ、こういう感じで、これちょっとワグにやってもらいましょう。じゃあリフェンス、あ、じゃあ俺リフェンスやるわ。じゃあワグいきます。まず早く、ゆっくり、早く、まずじゃあ早く行こう。もう全力の、今までなんかさ、いろんなこと本気でやってたじゃん。もうその中でもベスト3ぐらい、もう人生のベスト3ぐらいの本気のスピードだって。OK。もう大事な人が車に引かれそうだと、車にここに引かれそうになってるところを回ってたスピードだって。おい、直線で行けよ。直線で行けよ。なんやこれ。行きます。行きます。いや。めっちゃ迫力だった。やばい、なんか躍動感がシュートの時のやばいな、マジで。じゃあ今ちょっと待って、シュートのことしか考えてないっしょ、絶対。確かに、確かに、確かに。そうって感じなんで、今ちょっとアドバイスすると、まず最初のボールトラップがここでちょっと出過ぎちゃってたから、出過ぎちゃうともう心の段階でバチンってやられちゃう可能性あるから、まずどっちかっていうと左足のインサイドでボールをちょびっとこっちが弾いた感じ、止めるに近いかな、止めるに近い感じで、この後はこうタッチする、ちょっと多くした方がいいよ、うん、これ少ないと
ドリブルもそうなんだけど、例えばだけど、ちょっと話があるんだけど、左側に行って、まっすぐドリブルするときにさ、ここでボールを、まあ、あちら辺まで行くときにさ、大きくドリブルしていくとさ、相手にこう体に入れられるチャンスが増えちゃうじゃん。でも、じゃあ、常に自分がこうやって触ったら、これどう？そう、いけないよね。しかも、いつでも方向変えられるじゃん。だから、ここのタッチの時も、大きくこう、触ることじゃなくて、どっかのタイミングで、アジリティが高いディフェンスとかと取られちゃう可能性があるから、だから、ここは、こう、こういうふうに触ってあげると、もう、多分、相手取れない。だから、もう一回、じゃあ、敵なしでやってみようか、じゃあ。一回さ、うん、ワウ君のさ、足の甲見て、うん、いや、落ち着いてよ。一回、痛いじゃん。これ人工芝で滑らないときに、足を擦ると摩擦と火傷でこうなるんですよ。やっぱ、常に本気で生きてる。ちなみに、ワウ君、YouTube 始める予定あるんだよね。あります。そうだから俺ね、今のうちに覚えてた方がいい。多分バズるかもしれないから。ワグワグ、何チャンネル名は決めてない？まあ、ワグチャンネルです。ワグチャンネル、ワグチャンネル、ワグチャンネル。これ いつの日か、これ毎日みんな検索して YouTube でね、毎日検索しとけば大丈夫から。一番最初にコラボすればいいじゃん。確かに一番最初にコラボしようよ。ぜひお願いします。ああ、そうです。あとワグのインスタでは貼っとく。ああ、ありがとうございます。ワグのインスタと、このフットサルコートの、 インスタ概要欄に貼っておくんで、でなんか僕らもここで3on3 の大人の大会開いたりとかね、 1on1 の大会開いたりして、でなんかやっていきたいなっていう。あと一面しかないっていうのはいい。逆に、うん、なんか人目気にしないじゃん、うん、囲われてるし、ね、そう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 、で声とかもバンバン出せるし、それが俺的にめちゃくちゃいいかなっていう、プラスかなっていう。まあもちろんね、狭さちょっと狭いけど、別にそんなに大人がやる分には全然苦じゃないというか、うん、っていう感じかな。うん、なんか子供とかでも少人数でやったりとかいろいろできると思うから、うん、ぜひぜひ皆さん来てみてください。まあインスタフォローすればなんかイベントの通知とか来るんですよね。イベントの通知、告知行くようになってますんで。で、11月1日あれでしょ、リズム来るんでしょ。リズムさんにちょっとお声かけさせていただきます。そう、リズムさんに忙しいからドタキャンするじゃん。あー、ウィナーズね。したらその時だけ俺ら3人でリズムっつってウィナーズ行こうよ。逆に？だと思う。こっちやね。あっちに行くの。嫌われてるから俺ら。あいつだけは関わるなって。いや、わかんないけども、でも、まあそういうなんかいろんなね、その、まあインフルエンサーっていうんですか、YouTube、YouTuber 呼んでイベントやってやるみたいなんで、ぜひここ、埼玉でね、そういう普通量少ないんじゃない？うん、うん。イベントっていうか、そういう大きなイベントやるのは。まあ、なかなかないかなと思って、ちょっと他とは違うところをお見せできたらいいかなと思ってます。うん、しかもさ、変な話、これさ、いろんなスポーツできるよね。そうっすね。野球だってできるんでしょ。もともと野球の施設だったんで。ヨガとかできそう、ヨガ。確かに。そうですね、ヨガとか。確かに。室内だったらね。フィットネス系はできるよね。うん。できる、できる。だから全然、ぜひ皆さん、結構面白い施設になると思うんで、ぜひ皆さん、概要欄からチェックお願いします。って感じで、動画終わりにしたと思います。それでは、今回もご視聴。この3人、めっちゃ面白くない？笑顔がいいよ、ワグの満面の笑みが。それでは、今回もご視聴ありがとうございました。またもしよかったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。